朝のニュースにもありました。稲葉市ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲葉市の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。ようこそ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。結構。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の事物と向き合った時表に現れ出る人格、様々な困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そう、いわば数字のゼロのようなもの。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなっていくでしょう。あなたに覚醒したワイルドの力はいずこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。では再び見えます時までごきげんよう。よう、おはようさん。昨日の夜中の見たろ。誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしんないし、また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな犯人。被害者が死ぬ直接の原因は
あの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってる奴がいるなら、許せないよな。だからさ、絶対、俺たちで犯人見つけようぜ。だって、警察が捕まえられるか？人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。だよな。約束は守りたいよな。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら頭突っ込めたんだよ。お前みたいに。俺が一人でテレビに入れたの、あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するために俺たちが授かったもんかもしれないよな。けどテレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。里中、その、昨日は悪い、心配させて。そんなことより、ユキコ、まだ来てない？え？あ、天城？さあ、まだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？その、真夜中テレビに映った人は、向こう側と関係してるってやつ。まあ、今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたのユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビューを受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから。私分かったから落ち着けって。で、メールの返事はまだないのか？うん。それ、どういうこと？まさかユキコ、あそこに入れられたってこと？わかんねえけど、そういうことなら、とにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。留守電になってる。で、出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に？やめてよ。きっと他に何か用事とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか？とにかくかけてみる。天城屋旅館は。ユキコ、お願い。
ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。あー、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。って花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ。まったく悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ、テレビの中にいるからテレビに映っちまう、いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。よし、放課後ジュネスで待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。まあ、俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。でとにかく中の様子を知りたいわけなんだけど。なんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。なんとか熊くんの話聞けないかな。そうだ、ちょっと来てみ。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせ熊、入り口でうろうろしてんだろう。里中、お前はこっちね。俺と一緒に壁やって。壁？でかいって。歯型ついてるし、ちょ、大丈夫？よかった。もう、クマの仕業だな。おい、クマ吉、そこにいいんでしょ？なになに？これ何の遊び？遊びじゃねっつの。今、中に誰かの気配はあるのか？誰かって誰？クマは今日も一人で寂しんぼだけど、むしろ寂しんぼいだけど。うっさい。けど誰もいない。本当に？あ、嘘なんてつかない。クマ、クマの鼻は今日もビンビン物語。クマ、あたしやっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何かわかるかもしれない。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。まあな、警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。けどだとするとどういうことだこりゃ。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。事件当時歌手の柊美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というかそもそも愛人問題がメディアに出たのは美鈴本人が会見で暴露したからだ。これから殺そうってのに
わざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生ため太郎にしてもいくら揺さぶっても何も出てこないしな。奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に詰めてた。もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生ためと接触した形跡は全くないと来てる。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ秘書クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ確かにな。しかも2件目の小西咲、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体隠すどころか見てほしいって風だ。他のつながりっていや、会社の山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はあるですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話もう出てんのか。よし、わかった。やっぱあれじゃないですかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない小西咲だけにわかる何かがあったとか、それを口封じしたかったんですよ、きっと。ともあれ、今は会社周りをしつこく洗うしかねえが、犯人町の人間だな。あ、出ましたね、刑事の勘。お帰りなさい。ナンパ逆難に挑戦してみたいと思います。題してやらせなし突撃逆難、ゆきこ姫の白馬の王子様探し。まっちゃん本気、見えないとこまで勝負しよう、ハートみたいなね。もう私用のホストクラブをぶったてるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。見たか今の天城だよな。顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。そうだな、あいつから天城に連絡してもらおう。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。遅いって。出かけるの？
留守番できるから。高気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。晴れだって。洗濯物干そうっと。行かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから。見てみ、どうすかこれ。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけでお前どっちにする？おっと、分かってんじゃん。これジュネスオリジナルブランド、歯は偽物でもって俺は。あ、意外に両方ってありかもな。こんな感じとか、それともこうか、逆にこうとか。挙動不審の少年二人組を発見。刃物を複数所持、至急応援求む。は？あ、いや、ちょ、いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて。いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと、俺ら刃物マニアっていうか、ああ、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は署で聞く。それを床に置きなさい。では、頭の上。早く！いや、でも、これは。なんだこの野郎、やろうっちゅうの？お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。すんません。え？じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱり。ん？やっぱり？あ、いや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。これっきりにしろよ。じゃ、帰ってよし。おっと、ごめんね。あれ、君もしかして堂島さんとこの？あの、ちょっと聞いてもいいですか？その天城のやつ、あ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？え、ああ、ね、言っていいのかな。まあ天城さんと友達なら特別だよ。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったって、ご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ前で、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。ああ、でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから、署内も過敏になってて。あ、君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。え、辛そう？ほら、一件目の殺人の前、例の山の穴が天城屋に泊まっててさ。山の穴、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、天城さん、おかみさんの娘なわけだし。あ、まあその、いろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと、何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。ああ、なんかこれ言っちゃいけないかも。やば、言っちゃまずかったかな。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すんません、今行きます。ごめん、今のなし、忘れて。
なあ、さっきの刑事、まさか天城のことを。あ、いた！ちょっと何やってんの？すっごい探したんだから。いや、まあ、ちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。え、もう知ってんの？携帯、何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたら、ユキコ、本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより、警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のお袋さん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れ？なわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックスちゃん、やばい目に遭ってんの天城の方だってのに。だよね、とにかくそれからだって。警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね、絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど、参ったな。丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。武器？私知ってるよ。とにかく一緒に来て。ほら、ここ。何や？一応、工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。あー、わかった。お前カンフー映画の見すぎで。違うっての、男子が言ってたの。武器とか鎧とか売ってるって。ほら、これとか強そうけど、重いかな。なあ、里中、やっぱ危ねって気持ちはわかるけど。わかってない、わかってないよ。ユキコ死んじゃうかもしれないんだよ。私絶対行くから。なーに、大丈夫だって。運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ。向こうのこといろいろわかんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。分かったよ。けどどれ選んだもんかな。なあ、俺の分も見立てしてくれないか。お前今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。こっちはもう買ったよ。そっちは？つか、俺らここで武装しちゃったらまた警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中、こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から。結構わかんないと思うよ。しょうがない。それで行こう。じゃあさ、一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。では、しばしお時間を拝借するといたしましょうか。
待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦いうる切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらは広く捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。カードを手に入れられたならぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。マリー。分かってる、聞こえてる、よろしく。ああ、そっか。そういえばあったかも。だから見たことあるんだ。失礼いたしました。こちら、マリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい！余計なこと言わないでよ！ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいて、どうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることでお客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための手助けとなるでしょう。こちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました、あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。夢お忘れになりませぬよう。次にお目にかかります時はあなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時までごきげんよう。